はい、おはようございます。ということで、大会まで残り57日、本日ハイカーボデーをねしたいと思います。昨日は 76.2、今日の体重は76.0。 やっぱり停滞しますね。もうずっと 76.2、76.0 を、行ったり来たりしております。今日の朝の体重見てみて、落ちてたらやめようかなって正直思ってたんですけど、やっぱり停滞しちゃってたんで、すき家にキング牛丼食い行きたいと思います。キング牛丼も、ね、できますか。来ましたよ、見てください。これやばいやばいやばい。いただきます。めちゃくちゃうまい。今半分くらい。めちゃくちゃ苦しい。でも美味しかった。ただいまということでね、起きてからまあ、ほぼ1時間でキング牛丼食って家に帰宅するっていうやべえことしてるんだけど、ちょっと体見ていきたいと思います。ああ、やばい、張り出してる腹が。苦しいけどやばい、なんか力がみなぎってくる。消化してるんで、ちょっと今から編集して終わったらトレーニング行きたいと思います。今日ね、サプリメントを一気に買っちゃいたいなと思います。で、その買うのがマルチビタミン、それからアルギニンシトルリン、カプセル型の BCAA、 あとカフェインとコエンザイム Q10 ですね。で、この中で取ったことないのがアルギニンシトルリン、それからあとコエンザイム Q10 ですね。で、アルギニンシトルリンは、まあ、知ってる人もたくさんいると思うんですけど、まあ、パンプアップ、その血管のね、張りを良くするとか、あとはね、疲労回復効果とかあるんですけど、大会のねコンディション調整とかでも使えるし、これはもうあっていいかなっていうところで、カプセル型の BCAA ね、毎日のようにダブルスプリットやってると、この BCAA の人工甘味料がなんかこうすごい喉乾いてくるんですよね。人工甘味料をずっと取り続けるっていうのはやっぱり悪いんで、ちょっとカプセル型で試してみたいと思います。で、あとはこのコエンザイム Q10 ね、これあんまり聞いたことないかもしれないんですけど、脂肪燃焼効果があるとされているサプリメント で、このカフェインとね、今あるカルニチン、その3つをこう有酸素前にとってやったら、さらにね脂肪燃焼する可能性があるので、一応購入しておきます。はい、じゃあね、編集の方やっていきたいと思います。編集が落ち着いたんで、2食目いきたいと思います。今2時。ね、特盛り 750g 食ってきたんですけど、さすがにその倍の 1.5 キロは行こうとは思えなかった。はい、本日分の編集完了です。はい、じゃあトレ前の準備ですね。まあ、今日は BCAA だけでいいや。ビタミン D3 とマルチビタミン取っておきます。はい、じゃあこれからジム行って、たくさんトレーニングして、最後のね、夜ご飯楽しみたいと思います。
トレーニング3時間終わりまして、これから最後のね、ハイカーボやっていきたいと思います。楽しみ。牛角に来ました。やばいでしょ。本日の最後は焼肉で締めたいと思います。最初のねパンが来ました。あとキャベツね。タン塩レモンにつけて、厚切りカルビ。腹みたい。うまっ。久々のトマト。エリンギ、レバー、2杯目完食。もうね、もうお腹いっぱいです。はい、締めのね抹茶アイス。もうめちゃくちゃお腹いっぱい。やばい、破裂しそうです。美味しかった。ちょっと やばいって。これ本当にやばいって。マタニティフォトになっちゃったよ一日で。ちょっとライブ配信の方をねやっていきたいと思います。あとなんかやっぱパワーリフティングの話してるとパワーリフティングやりたくなってくるな。最後まで動画見てくれた方ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。はい、配信の方終わりました。爆食しました。あえてね、夜の体重は測らずにね、明日楽しみにして眠りたいと思います。ということで、お疲れ様でした。また明日も頑張ろう。